松並健四郎さんはがっしりとした体やちょんまげでおなじみでした。野党議員にコップの水をかけた事件を起こしますが、騒動の原因や真相は何なのでしょうか。今回は松並健四郎さんの事件や息子、現在やちょんまげが消えた噂などを見ていきましょう。目次、松並健四郎が水かけ事件を起こした真相。松並健四郎の息子は国会議員。抗がん剤で松並健四郎のちょんまげが消滅。現在の松並健四郎は日本体育大学の理事長に。松並健四郎が水かけ事件を起こした真相。まずは松並健四郎さんの代名詞ともいえるコップ水かけ事件を見ていきましょう。騒動が起こったのは2000年11月のことで、加藤浩一氏の起こした加藤の乱を起点として野党が提出した森内閣不信任決議案をめぐる本会議場で事件は起こりました。松並健四郎さんは自民党と連立政権を組んでいた保守党を代表して不信任決議への反対討論をしましたが、そこでヤジを飛ばしていた野党議員に向かってコップの水をかけました。これについて一部の野党議員が、扇、保守党党首の扇千景さんと何発やったんだとやじったことに激怒したと報じられましたが、これは松並健四郎さん本人が否定しています。ヤジの内容よりも単純に声がうるさかったことが原因の可能性もある一方、コップの水に関しても野党議員にまでは届いておらず、計算されたパフォーマンスとも言われていました。後にコップを投げなかったことを聞かれて、投げれば除名となる、と発言するなど一線を越えないようにしているので、壇上から水をかけることは事前に考えていたのかもしれませんね。ちなみに、この騒動によって松並健四郎さんは25日間の党員停止の懲戒処分を受けています。いくらなんでも、何発やったんだ、というヤジを国会議員がしたとは思いたくないですね。松並健四郎の息子は国会議員。次は松並健四郎さんの息子が国会議員なのかについて見ていきます。2017年10月まで、日本維新の会の国会議員に松並健太さんという議員がいましたが、同じ大阪府出身で名字も同じことから松並健四郎さんの息子なのか気になりますよね。健太さんは大阪市の清風高校から早稲田大学商学部へ進学し、卒業後に就職した産経新聞社を経て大阪10区から自民党公認で出馬して初当選、2002年10月、をした経歴を持ちます。名字や経歴、歯切れの良い演説から親子と思ってしまいますが、実際のところは親子ではないものの、おじとおいという関係なので親族という大きな枠組みでは共同体でした。現在の健太さんは衆議院選挙での落選を経て大阪府議会議員として再スタートをしています。ちなみに、松並健四郎さんには息子さんと娘さんがいらっしゃるそうですが、父親と違って政治の世界へ進まずに一般生活を送っているので詳しい情報は公開されていませんでした。松並健太の嫁や離婚の噂、現在&事務所について、父親はあの人、評判や活動をまとめ、抗がん剤で松並健四郎のちょんまげが消滅。ここではトレードマークのちょんまげが消えてしまった件を見ていきましょう。松並健四郎さんは2018年に前立腺がんや膵臓がん、加えて悪性リンパ腫を同時に発症しており、手術や抗がん剤による治療を受けて病魔と戦っているそうです。
同年11月末には手術を終えて職務復帰をしていますが、リンパ腫に対する抗がん剤治療、RCHOP 療法の副作用で頭髪が抜け落ちて、ちょんまげもなくなったと驚きの告白。がん自体はステージ2だったこともあって幸いにも経過は良好ですが、トレードマークだった自慢のちょんまげを失ってしまい、現在は医療用のカツラを着用していました。周囲から若返ったと言われて喜んでいる反面、どことなく寂しそうな気も伝わってきます。悪性リンパ腫の治療が終われば自分の毛が伸びてくると思われますので、再びちょんまげ姿を見ることがあれば病気に打ち勝ったという証にもなるので煮えの喜びとなりますね。現在の松並健四郎は日本体育大学の理事長に。最後に現在の松並健四郎さんについて確認しておきましょう。2010年7月11日に行われた第22回参議院議員選挙、自民党比例区から出馬するも落選して議員を諦め、翌年6月8日に母校である日本体育大学の理事長に就任していました。2021年現在も理事長を続けており、大学の公式チャンネルでは元気な姿を見せてくれています。理事長として生徒や教員の指導に励む一方、地方自治体との連携により市民の健康増進や子どもの体力向上へ寄与するなど積極的に活動をしている様子でした。他にも2020年には、自民党幹事長の二階俊博さんを応援する二階氏を囲む会を立ち上げ、国会の外から恩人である同志のサポートをするなど存在感を示しています。さすがに70歳を過ぎているので政界復帰ということはないでしょうが、この動きの裏には東京オリンピックに関して一定の影響力を残しておきたいという思いがあるのかもしれません。自らはレスリングの最終選考、メキシコシティオリンピックで敗退して出場を逃した過去がありましたが、その時に叶わなかった夢は教え子たちがきっと叶えてくれることでしょう。